どうも、後藤輝樹です。敗戦後の日本人、君たちは不幸せになるために生まれてきました。それを解放するのが人格主義です。DM 読みます。こんばんは、後藤さんに聞いてみたいことがあります。かっこ質問ですね、かっこ閉じ。最近このことばかり気になっています。それは親はなぜ子供を産むのかということです。子供が親に叱られているのを見るたび、そんなことなら元から産まなければよかったんだ。また子供を育てて学費を払うには生涯で何千万何億とかかります。そこまでの時間、労力、お金をかけてまで子供は親にとって必要なのでしょうか。自分の理想通りの子供になってくれないと、それに対して反対する親の気持ちも全く理解できません。子供はこの楽しくもとても辛い世の中に生まれてよくなかったのかもしれません。子供を作るという行為がただの親の自己満足で、幸せな人生のテンプレートを俺、私は歩んでいるんだというふうに見えます。後藤さんはどうお考えでしょうか。長文失礼しました。下手くそな日本語で申し訳ありません。回答してくださると非常につらいです。はい。まず親はなぜ子供を産むのかということですけれども、まあね、こういう質問ね、この DM の質問自体、全体自体、まあ、僕もね、そういうふうに思ったこともありますし、多くのね、日本人が、まあ、一度くらいは思ったりすることはあるんじゃないでしょうかね。敗戦してるんで、日本人は。そういう教育をされてきてるんで、日本人幸せだっていう教育を受けてきてないんで、そういう教育を排除されてきてるんで、戦後。まあ、親はなぜ子供を産むのかっていうのは、これも簡単なんですけど、単純なんですが、これ、親が子供を産まないと、人類が繁栄しないからです。人類が滅亡してしまうので、単純にやっぱ、親は子供を産む。人類が滅亡というか、人間の、生物の体自体が、そういう作りになってんで、これはもうしょうがないです。これは単純なそういうシステム、機械的なものというか、ご飯を食べて睡眠をとってセックスをする、人間の三大欲求ってあるんですけど、マズローのなんちゃらなんちゃらとかあるんですが、まあ三大欲求でご飯を食べる、睡眠をとる、セックスをする、これはもう当たり前のことなんで、その過程の中で、子供が生まれるっていうのはそういうシステムなんで、それはもう仕方ないと思うんですね。それを産まなかったら社会が成立しないんで、人類どころか地球も滅亡してしまうので、これは逆らうことじゃない自然なことだと僕は思っています。それで、子供を育てて学費も、払うのには何千万何億とかかるのに、そこまで時間労力お金をかけてまで子供は親にとって必要なのでしょうかっていうのも、まあ基本的には一緒なんですけども、まあ、それプラスやっぱり、まあ親の自己満足って言ったら、まあ自己満足なところもあるかもしれないですけど、やっぱ子供を産まなきゃいけないっていうのもありますし、まあ自己満足というか、まあ自分の会社を継いでもらいたいとか、自分の志を継いでもらいたいとか、自分の遺伝子を残したいとか、そういうのはまああるとは思いますけれども、基本的にはまあ、親が子供を産むというか、人間が人間を産むっていうのは、まあ自然のことだと思うんですね。じゃあなんで君がね、こういう疑問を持ってしまうっていうのは、君が今生きてるのが辛いからだと思うんですね。生きてるのが辛いっていうか、まあ楽しい時もあるけれども、辛いというか、なんで自分は生きてるんだろうとか、そう思うと思うんだよね。だからそういうふうに、こういう DM 送ってくれたんだと思うけどさ、まあ、とても辛い世の中に生まれたくなかったかもしれないっていうのは、どうして君が思うかっていうのは、君が、身近な人間の影響を受けてるからなんだよね。それは身近な人間を見て、まあ、子供だから身近な人間の影響を見て、それを見て、感じるわけで、君にとって身近な人間っていうのはお父さんお母さんでしょ。
お父さんお母さんから生まれて、お父さんお母さんの姿を見てきてるわけ。無意識には。だって赤ちゃんの時からね、お腹の中にいる時から見てるし、生まれてきたからも見てるし、で今何歳かわからないけどさ、ずっとお父さんお母さん見て、お父さんお母さんがねすごい幸せそうだったらこんな風に思わないみたいなね。でお父さんお母さんを見て、またね周りの子供とか、学校だとか、先生だとか、近所の人とか見て、でまたねテレビ見たら、ね、虐待だなんだって、不幸なニュースもあって、災害もあって、戦争もあって、飢餓貧困もあって、もうこんなん見てたらさ嫌になっちゃうよね。うん、なんでこんな世の中に生まれてきたって思うのは不思議ではない。だからやっぱ辛くなっちゃう。だから身近なお父さんお母さんがもしかしたら、わかんないよ、わかんないけど、身近なお父さんお母さんがすげえ幸せでね、あ、お父さんお母さんみたいな幸せな人間になりたいと思えばこういうふうに思わないかもしれない。だからお父さんお母さんがもしかしたら不幸せな日本人なのかもしれない、人間なのかもしれない。でね、お父さんお母さんもね、君は親と思ってすごい人間かと思うかもしれないけど、お父さんお母さんも未熟なんだよ。お父さんお母さんも未熟だって。君がね生まれる前まで ただの人間、君と同じ子供だったわけで、君が生まれた瞬間に親になるわけだよ。君が生まれるまでは子供だったわけ、ガラリと変わるわけで、お父さんお母さんもね未熟なんだよ。全然わかんない。だからもう親だからもうちゃんとしてるとかそんなんないから。なぜかっていうと、そういう教育されてないから。まあ敗戦後の日本人というか、まあ、世界ではちゃんとしたとこ教育してるところもあるだろうし、まあ学校がやってなくても宗教教育があるわけよ、世界には。戦後の日本人ってさ、宗教、まあ、実は禁止されちゃったから、だから日本人無宗教とかアホみたいなこと言ってるでしょ、無宗教ですみたいな感じ。だから宗教もないし学校教育もちゃんとしてないから、お父さんお母さんがもう未熟、日本人みんな未熟なんだよ。だから俺は、人工主義を言ってるわけじゃんか。その戦後のね教育を変えろとか、敗戦後のねこう自虐史観で生まれてるんですよ日本人は。それでただのね、なんつうんだろう、消費するための人間として、本当だからブロイラーで育てられてるみたいな感じ。日本人ブロイラーってニワトリをさ、ニワトリを大量生産して大量に食べるためにさ、薄暗い工場でさ育てるわけよ、効率的に、合理的に効率的に育てるわけ。それと同じことを日本人はやられてるわけ。大量生産して大量消費するための人間、何でも言うこと聞く人間、都合のいい人間、上からの命令を黙って聞く人間。俺は黙って聞かないからさ、チンコ主義だから。上からの命令を黙って聞く人間を、戦勝国の言うことを何でも聞く人間を量産してるわけ、だからみんな、だから日本人ってさ、アメリカの言うことも聞くし、中国、シナの言うことも聞くし、韓国も北朝鮮もロシアの言うことも聞いちゃうでしょ。それ敗戦後の日本の教育でそういう風になっちゃってるわけ。俺はチンコ主義だからうるせえバカ野郎って言って、そのために俺政治家になるわけじゃんか。日本の大統領、世界の大統領になって、世界を幸せに、地球と、世界幸福と地球共生を実現するために俺、立ち上がってるわけじゃんか、チンコ主義で。君たちがね、チンコ主義ってね、なんか言って、なんでこの人チンコ主義なんて言ってるんだろうとか思うのは、理由があるんだよ、だってそんな。あ、この社会に、あ、こんなこと言ってる人がいるんだ、みたいな。でもあるし、立ち向かってるんだ、もあるし、なんでチンコって放送禁止なんだろうってもあるだろうし、だってチンコってさ、ついてるじゃん、これに。ついてるだろ？ついて、男はついして、女はチンコが入ってくるわけだから、でチンコがついてチンコ入ってそこから俺たち生まれてくるのに、なんでそれ禁止にされてるんだろうって、もうなんでだろうって、なんで僕たち否定されてるんだろうっていうのを俺は覆そうっていう、そうサブリミナル的なこうメッセージを、感度が敏感な人は受け取ってるわけ。チンコ主義ってなんだって、でみんなか頭おかしくなっちゃうわけ。チンコ主義ってなんだで、頭おかしくなるって、それいい意味でね。だから戦後のね、自虐史観教育を解くためのサブリミナル効果がチンコ主義にはあるわけですよ。僕はそういうのも考えてやってるわけです。だけどね、アホなやつは、チンコ主義アホだみたいなしか、バカだとか、もう、そういう、ね、単調な感じでしか、一面しか見れない。
チンコ主義ってなんだってやばいって感じたやつは、まだ感受性が生きてる。まだね、復活できます。はい。だからチンコ主義ってなんだで感じてる人は、なんだかわかんないけど、このままじゃいけない。変わろうって思った人だと思います。そういう意味があってね、チンコ主義にはちゃんと込められてるんだけど、そこまで見れない人はもう、だから、ブロイラーで大量生産、大量消費されてる、ただの敗戦後の自虐しかの日本人になっちゃってるわけ。そういうのを、僕は覚醒、解放させたいために、僕は立ち上がってるわけですよ。うん。わかります?だから、親が未熟でね、学校でそういうこと習ってきてないわけ。うん、だって学校で習わないでしょ?そういう子育てとか、どうやっておちんちんをおまんこに入れてとか、ああだこうだとか、やらないでしょ?保健体育ぐらいでやるぐらいでしょ?で、子供を育てたらこういう風にするんですよ。無償の愛を注ぐんですよとか言わないでしょ、そんな。ただ単にさ、数学だとか、国語とか、理科とか、社会とか、そんなんだけでしょ?大学で、いい大学に合格するための勉強だけでしょ?で、大学に行くのは、いい会社に入るためだけで。だから、いい公務員になるため。大量生産、大量消費の受け身の人間になるためだけの教育しかやってないわけ。うん。ゾッとするでしょ?うん。だから、まあね、まあ親の自己満足とか、まあそういうのも仕方ないと思う。うん。だって親が知らないんだもん。だから俺は、テルキ塾、テルキ教でさ、みんなをこう啓蒙してるわけ。こうした方がいいよって。うん。でもさ、あいつはちょっとみたいな感じで、もう常識に洗脳されちゃってるから、お前らは。お前、これを見てる人はまだ洗脳されてないよ。これを見てない人は常識に洗脳されちゃって、あんなやつの言うこと聞いてアホだみたいな。だお前らがアホなんだけど、気づいてないけど洗脳されちゃってるから。うん。です。気づいたとしても、もう変えられないわけ、もう。もうずっともうそういうエスカレーター式にね、そう言っちゃってるから、今更こう、降りれないわけ。降りても生き方が分かんないから。降りた後にどうやっていいかもう分かんないから、もうずっとエスカレーター式でも行っちゃってる。気づいて、日本人ってそうじゃんか。ずっと右行ったらずっと右行っちゃうじゃんか。もう変えられないんだよ。左行ったらずっと左行っちゃう。戦前でもそうだったんだから、戦後なんてもっとそう。戦前は、おかしいなと思っても、それでなんか自分でガッて行く強さがあったわけ。だから戦争してるわけでしょ?アメリカだとか中国とかもう、世界中と戦争してる、ちょっと頭やばいやつだったから。いい意味でね、いい意味で、そんぐらいの過激さあったんだけど、その戦後だから、虚勢されて、チンコ主義なくなっちゃったわけ。虚勢されちゃったわけだ。おちんちん、ちょん切られちゃったわけだから。だからそれを復活させるために俺はやってるわけで、な、おかしいなと思っても完全に変えられないわけ。昔は、おかしいなと思って、その突き進んじゃう、その強さはあったけども、ただただ乗ってるだけ、今は。うん。だからもう自分で動いてない。自分ですら動いてない。昔は自分でおかしいなって気づけたけど、おかしいなって思って行動したけど、今は、もう、操り人形みたいな感じ。うん、魂のない。だからまあ、親もね、まず未熟だっていうことをね、理解してあげないと、ちょっとね、苦しくなっちゃう。ただ、なんで理解、俺はこういうこと言えるけど、お前らは多分言えないと思うんだよ。理解できないから。まあ、もしかしたら理解しても、受け入れられないから。なんでかっていうと、お前がって言ったら悪いけど、お前らが、無償の愛をもらってないから。あ、もらってないっていうのはね、正しくない。みんなね、無償の愛はね、もらってきてるわけよ。だってお父さんお母さんからさ、生まれてきてさ、そのまま捨てちゃってもいいんだから、子供なんて。そうでしょ?愛がなかったら、そのままさ、その辺にさ、なんかトイレかなんかで、ね、排出してそのままバイバイみたいな感じでもいいわけじゃんか。でも、ね、子供おぎゃおぎゃ言ってさ、育てるわけじゃんか。それは当たり前じゃないじゃんか、普通は。普通は当たり前なんだけど、わざわざ別に、育てなくてもいいわけでしょ。でも育てるっていうのは愛があるから。もちろんね、なんかひねくれたやつは、いや、育てなかったら、犯罪者になるからみたいな、そういうこと、そういうね、ひねくれたやつもいるけど、基本的には根源とした、親がね、子供が生まれたら、無条件で育てるっていうのは、それ愛情があるから育てるわけ。基本的にはね、普通はね、例があるかもしれないけど。だから、無償の愛っていうのはあるんだけれども、いつしかそれが、いや、勉強しなさいだとか、なんでいい子にならないなとか、悪い子だったらダメですよみたいな、条件付きの愛に変わっちゃうわけ。だから、無償の愛でずっと育てられた人もいるし、
無償の愛から条件付きの愛とか混在してるになっちゃったり、もう無償の愛からすぐに条件付きの愛になっちゃったりして、いろんな人がいるわけ。だから虐待するような人は、だからそれが、例えばもしかしたら愛情を受けないで育ってしまったがために、自分の親に、自分が子供が生まれても、そういうふうなことをしちゃうのかもしれないし、まあいろんなケースがあるんでわからないけれども、だから子供がね、辛いって思うのは、勉強しなさいだとか、いい子じゃないとダメですよと、こういう悪い子だったらこうですよとか、条件付きの愛を受けてしまい、自分はこうしなきゃいけないと。お父さんお母さんに気に入られるために勉強しなきゃいけない、いい子にならなきゃいけないっていう形で強制されていくと、自分らしさが消えて、なんで自分は生きてるんだろうとか、何のために生まれてきてんだろうとか思っちゃうわけ。だから、ね、子供はもう、子供にこれ言ってもしょうがないんだけど、親は、条件付きの愛ではなくて無償の愛を与えなきゃいけない。頭がいいから愛するとか、見た目がいいから愛するとか、いい子だから、性格がいいから愛するとかじゃなくて、無条件の愛を与え続けなきゃいけない。そして自分自身が幸せじゃなければいけない。お父さんお母さんが幸せで、お父さんお母さんの無償の愛で育てないと、子供も、幸せになれない。でも、敗戦後の日本人ってそういう感じじゃないし、なんつうんだろう。で、物的幸せで満たすようになっちゃったから、昔は心の幸せで満たす感じだったけども、経済が発展して、お金を持ったら幸せだとか、いい車だとか、いい女だとか、いい会社に入ったら幸せだとか、そっちに行っちゃったから、心の幸せが置いてきぼりになっちゃってるわけ。だから、いい学校行きなさい、いい勉強行きなさいっていうことが愛情と勘違いしてきちゃってるわけ。それはだから子供のために勉強しなさいとか、いい学校入りなさい。そうすれば給料上がる、いいもの買えるとか、そういう風な思考回路に育てられちゃってるからもう仕方ない。じゃあここどうやって変えていくかというと、だから俺は、だから子供見てる人たち多いけど、本当は俺は親を変えさせなきゃいけない。親が幸せにならなきゃダメですよって。で、これからね、親になる人は、子供に、無償の愛を与えてくださいっていうのは僕はそのためにやってるわけだけど、別にだから年齢関係なく俺は啓蒙活動してますけど、だから無償の愛を与えないと、幸せになれないんですよね。なので俺さ、愛してるぜってお前らに言ってるわけだ。無償の愛で、条件付きじゃなく無償で愛してるぜって言ってるわけ。たまにね、います正直。だからみんな、だからたまにって結構いる。愛してもないのになんで愛してるぜっていうね、愚か者がいるんですけれども、で、悲しい。愛してるっていうのは好きな人、愛情がある人に言う言葉だから、むやみやたらに言ってはいけないっていう説を言う人がいるの。俺もあるよ。恋人に言う愛とか、みんなに言う無償の愛で、違うよ。違うの分かるよ。だけど、俺は無償の愛を届けてるわけ。なぜなら、俺はお前らの親だから。お前ら、日本人だけじゃなくて、お前ら地球人に対しての俺は親だから。テルキ塾塾長、テルキ教教祖だから。俺様、神様、後藤テルキ様って言ってるわけじゃんか。俺神様なんだから。俺はお前らの親なんだから、無償の愛を、伝えるために、お前ら愛してるぜって言ってるわけじゃんか。だから、愛してないのに愛してるぜっていうのを、はちょっと変ですとか、ちょっと嫌ですみたいな言う人いるけど、それはちょっと、ちょっと違うよって、それ条件付きの愛になっちゃってるよって。まあもちろん俺、ね、条件付きの愛で言う時もあるよ。自分の女に対してさ、愛してるよとか、言う時あるけど、お前ら愛してるぜっていうのは、無償の愛で言ってるわけ。そういう感覚がね、大事なわけですよ。だから、やっぱ愛情を受けなければ、
無償の愛を注ぎ続けられなければ、あの人に対して愛そうとか思わないですよ。で僕は幸か不幸か、うん、まあ うちも条件付きの愛とかだったりもしたし、お父さんお母さん喧嘩したりとかもしたし、うん、なんでだろうね。俺が変わったのはやっぱ俺ってやっぱそういう神様だ。だから、うん。だから俺は何度もだから、お前らも思うかもしれないけど、死のうとかさ、自殺しようとか思うことあるじゃんか。死の淵に立たされて変わらなきゃってやっぱあるわけ。何度も死のうとか思ったりしたし、その度にじゃあ生きるか死ぬかで、じゃあどう生きようとかで、自分の中で書き換えてきた。再配置してきたんだ、俺は。だからそういう。うん。それは、だから、俺がもう天然なのか天才なのか、もう選ばれた人間なのかわからないけれども、だから俺もまだまだ完璧じゃないよ。完璧じゃないけど、毎日毎日進化して自分、毎日毎日自分史上最高更新してるから、今が一番俺がいい時なの。うん。だから、うん。なんつうんだろう。今生かされてるっていうのは、俺はだからお前らにそれを伝える役目があるんだなと。うん。そのためだけに俺は生きてる。無償の愛を届けるためにお前らに生きてる。もちろんね、俺も人間だから、まあ、衣食住あってとか、食べ物、睡眠、性欲とか、そういう最低限のことが満たされないと、お前らに愛を届けられない、不自由な体だけれども、不自由なその日本人じゃない、不自由な人間という枠組みに、入っている神様だけれども、まあ、その中で、一人でも多くね、そういった、相手の心を理解し受け入れて愛情をその受けと、伝えられたらってありますよ。なので、うんうん、だからまあもう生まれてきちゃってね、自分は愛情を受けてないっていう人たくさんいると思うけど、じゃあそこでね、じゃあ死ぬかとか死ぬか生きるかの話になってくるわけじゃん。じゃあもう辛いから死にます。で、俺はもう満足して死にたいんだよ。満足して死に、俺の場合は満足してもう死にたいんだけど、使命感、ああ、まだ生かされてる、まだ、やらなきゃいけないみたいな、なんか使命感があるんだよな、よくわかんないけど。で、だから死ぬまでは、じゃあ、その使命感を達成しようみたいな、もう、仙人みたいな気持ちでいるわけ。うん。だからもういつ死んでもいいんだよ、俺は。だから。でもさ、もう辛くて死にたいっていう人はちょっと違うじゃんか。だからそういう人たちのね、こう意識、まあ過去お父さんお母さんを見てきて自分は辛かったですとか、そういう人たちの意識っていうのを変えることは必ずできるから、うん、だからそういう、うん、そうだね、まあそれをまあ教えてるのが、まあ、テルキ塾テルキ教なわけです。でもこれは相性があるから、まあ、こういうことやってる人ってね、たくさんいるんですよ、実は。うん。過去のトラウマとかをこう変えていくみたいな、のはある、いろいろやってる人っていると思うんです。で、それを変えるっていうのは、相性があるから。あ、後藤輝樹にそれをやってもらいたいとか、いや、自分はこの先生にやってもらいたいとか、あ、毎年何人、覚醒させてますみたいな、そういう人にやってもらいたいとか、そういう人それぞれだから、相性あるから、俺にビタッとハマる人もいればハマらない人もいるし、うん、だからまあその辺はね人それぞれなんですけど、うん、だからね、まあお前らもさ、生まれてきてしまった以上はもうこれから生きるか死ぬかしかないわけじゃん。で、死を選ばずして生きるって選んだ時に、世の中を恨んだり人を恨んだり不幸せに生きるか、それともハッピーに幸せに生きるか、どっちかを選ぶしかないわけで、お前らどっち選ぶっていうだけの話なの。で、通常はさ、幸せに生きたいって思うじゃんか。そしたらそういう人間になればいいだけ、そういう努力をするしかない。まあまあ、努力っていうか、まあうん、まあ、努力という、まあ、その一緒になってね、それを過去の辛い経験とかを、
ちゃんと向き合って、それをプラスに変えていくしかないね。うん。で、自分が子供だとしてお父さんお母さんを変えるとか、他人を変えるっていうのは難しいんで、俺がお前をね、こう、変えるっていうのはね、まあ、できるかもしれないけど、基本的に自分自身で変わるしかないんだよ。そういう俺の言葉とか聞いて、あ、自分で変えていく。うん。自分で変えていくしかないんだよ。ああしなさい、こうしなさいって言うのは、その、自分のことを否定したお父さんお母さんと同じだから。こうじゃなきゃいけないから、こうしなさいって言っても変わらないわけですよ。だから自分で気づいて、あ、こうしよう、ああしようって変えていかなきゃいけない。自分のマインドを。それに気づくかどうか、気づいて行動できるかっていうことなの。だから君が今こう、ね、いろいろ疑問に思ったり悩んだり迷ったりしてるっていうことは、うん、そこに今もやもやがあるわけで、でも これに気づかない人だっているから、君が今抱えてることに気づいてもいない、言語にも落とし込めてない、文章にもできない人もいるから、まだ文章にして言語にできてるっていうことは変えられると思うんだよ、うん、だから、それを変えるために頑張ってほしいと思う。まあ俺もさ、こう、まあ、YouTube で発信してるし、まあね、対面でね、そういうなんつうんだろう、コンサルティングっていうわけじゃないですけど、まあ、セッションみたいなことも、まあ、してはいます。実際にね、後藤輝樹様と輝様と会って。人生変わりましたと、そういう人もいます。はい、まあ、そういうのをね、教えていくのが輝樹塾、輝樹教だと思っていますので、まあ今が辛くてもね、必ずね、前向きにね、プラスに、生きていれば、必ず変わります。ちょっと安易なことを言いたくないんだけど、まあ今 YouTube のこの動画で伝えられることとして、できる限りのことは伝えたいと思うからちょっと言ってます。はい、うん、そうだね、うん、だからまあ親もまあ未熟だって、理解し、だけどもその未熟な親から、育てられなきゃいけない今、うん、でも親もそうなんだって思うことで、もしかしたらちょっと心が軽くなるかもしれない、うん、でね、これをね、親が未熟なんだっつってさ、だから無償の愛をくれっつってもさ、 お父さんお母さん多分は何言ってんのこの子みたいな思うかもしれない。もしかしたらね、変わってくれるかもしれないし、それも分かんないんだよ本当。この状況じゃ分かんないよ正直、うん、お父さんお母さんが批判してね、お父さんお母さん未熟だから俺はこうなんだって言われてる、それさ、多分不良の子ってそういう感じじゃん。父と親父とおふくろこうだから俺はグレてやるみたいな、そういう感じになっちゃう。でもまあ、うん、だから難しいよね、うん、だからでもそれも含めて運命なんだと思う、うん、お父さんお母さん今は未熟かもしれないけど、君が逆にその生まれ変わることでお父さんお母さんが逆に明るくなるとか、そういうのもあるし、うん、だから君がね、お父さんお母さんから愛情を得られなかったら他の人から愛情を受けて変わるってあるわけ。例えば俺がお前らに愛してるぜって言われて愛を受けて変わるとか。でも俺の愛はさ、やっぱこれ動画だからさ、弱いわけじゃんか。だけどそれがさ、友達だとかさ、恋人だから、恋人に無償の愛でね、注がれたら変わるとかもあるし、友人からその無償の愛で、あ、心の絆だとか、チームメイトだとか、部活の仲間とか、それで自分が変わってお父さんお母さんも良くなったりとかあるわけだから、お前らももしね、無償の愛を与えられるのであれば、無償の愛を身近な人に与えてほしい。そしたらその無償の愛を与えられた人は、今度は他の誰かに無償の愛を、伝えられるわけだから。無償の愛をどんどん伝えていくことによって、
愛が溢れた世界なわけ。だから俺はそういう風にして生きていきたいわけ。だから愛国心愛国心って俺が言ってるのもそういうことなんだ。基本的には自分のことを愛してくださいと。で自分のことを愛す、そして自分の友達恋人家族も愛してください、自分の町を愛してください。だから俺ゴミ拾ってるわけでしょ。地球を愛するとか、自分の町、自分の学校、自分の会社、自分の地域、自分の郷土、自分の国を愛す、自分の星、地球を愛してください。その一環としての愛国心だから、なんか俺が愛国心って言うとなんか愛国心だけを言ってるようなね、勘違いするバカがいるんだよたまに。うん、悲しいけどそういう風に生きちゃってるから。俺はだからただ愛国心って言ってるわけじゃなくて、日本は戦後愛国心を否定されてきてる、生きてるから、それはちょっと違うよってことを解くために俺は言ってるわけ。愛国心否定されちゃったら自分を否定してるのと一緒だから、うん、だって自分の住んでる町、自分の住んでる国を否定されるっていうことは自分を否定してるのと一緒なんだから。だから別にそれ国を愛することって普通だよって、いうのを、僕は言ってるわけ、うん、まあもちろん、自分の地球を愛するとか自分の世界を愛する、この星、自分の宇宙を愛する、全てつながってるから。で自分の自身、自分自身を愛してください、自分のお父さんお母さんも愛してください。うん、戦後はさ、お父さんお母さんを愛するっていう教育もやってないでしょ。教育勅語とかさ、終身とかさ、そういうのもさ、禁止されちゃったわけじゃんか。だからお父さんお母さんとか友達兄弟とかさ、それよりも個人主義だとか、資本主義のお金だとか、うん、個人が幸せだったらいい、資本主義が、幸せだったらいいって、そういう人増えてんじゃんか戦後ね。誰とは言わないけどさ、誰と言っちゃっていいのかな、いるじゃんか、もうお金があればいい、お金さえあればいいとかさ、個人主義だとか、そういう人いるじゃんか、六本木ヒルズとか。わかんないね、もう言っちゃおうかな、いいか、でもわかるだろ大体。なんか戦争あったら逃げちゃえばいいとかさ、別に戦争あったらね、まあ、逃げるのも一つの手段だけどさ、うん、そういうまあお金があればいい、物質的に満たされればいい、個人主義であればいいっていうのを中心に生きちゃってる人がいるから、それってそれ勝ってるから幸せなだけじゃんか。それたまたまね、金儲けの才能が突出してて、それで生きちゃってるからそんなこと言えるけど、金儲けの才能ない人たくさんいるわけでしょ。でお金がない人じゃあ幸せ、不幸せなのって話じゃんか。お金がなくても幸せなんだよ人間。だって発展途上国の人とかさ、みんな幸せじゃんか。不幸せな人もいるかもしれないけどさ、幸せなんだよ。それだって比較してないから。金持ちだとか、いい会社に入ってるとか、高学歴だとか、顔がいいとか、それ比較してないから、うん、だから足ることを知るって俺言ってるわけで、うん、だから金儲けができるやつが、勝ち組だっていうのはこれ間違い。もちろん金儲けできるってことは素晴らしいことだと思うし、日本がね強くなるためには金儲け、できる才能って必要だから、俺はそういう意味で適材適所で配置していくつもりだけど、うん、だからまあね、そういう意味も含めて僕はチンコ主義ですよ、うん、だから、うん、そうだよ、もう、まあ、話長くなるんでやめます。まあそういうことも含めてテルキ塾では教えています。まあお金があっても幸せ、お金がなくても幸せ、何があっても幸せ、そういう生き方を僕は教えています。もちろん辛いとか不幸だとかそういうのはあった上で、でも自分は幸せなんだっていう形に持っていくと最強でしょ？うん。自分のこの感覚次第でどっちでもいけるわけだから。それはね、一瞬は辛いとかそういうのはあるけれども、それは乗り越えていく。そういう力強さ、どんな環境でも、どんな待遇でも、どういう状況でも、強く力強く生きて幸せに生きる生き方、それを教えているのがテルキ塾。お前らを輝く木に、一人一人を輝く木にして世界を灯す、地球を灯す、この日本を灯す、それをするための塾、テルキ塾です。後藤テルキより愛を込めて、お前ら愛してるぜ。